こんにちは、こんばんは。もう何回となく言ってるんですけれども、壁にぶつかった時、視野を広げてみてください。何か挫折しそうになった時に、これがうまくいかなかったからもうダメなんだじゃないんです。それまでやってきたことは必ずあなたの進化、あなたの進歩になってるんです。何かにはつながってるんです。そうやって自分を信じてみてください。やっぱり私が絵描きなので、絵描きになりたいとか将来絵で食べていきたいっていう方からお悩み相談をちょくちょくいただくんですけれども、何か壁にぶつかった時、何かに挫折しそうになった時に、この言葉を自分に言い聞かせてください。それはズバリ、答えは一つじゃないということです。日本の教育っていうのは、どうしても視野が狭くなってしまうんですよ。算数の授業を思い出してください。5たす5は、何ですか？丸に入る数字を答えなさい。こんな風な教育でした。5たす5は10に決まってるじゃないですか。もう答え1個ですよね。なのでどうしてももうやっぱり視野が狭くなってしまうんですよ。答えは1個しかないって思ってしまうんです。一方、欧米の算数の授業っていうのは、丸たす丸は10。丸に入る数字答えてください。10になるために何を足したら10になるのか、それこそ多様ですよね。それこそ無限大、たくさんあります。5たす5だけが10じゃないですよね。こんな風にあなたが目的とすることがあったとしたら、ここに持ってくる答えは無数にあるんです。無限にあるんです。そう、答えは一つじゃないんです。答えを絞り込んでしまってがんじがらめになってるから、ちょっと辛くなってくるんではないでしょうか。答えは一個じゃないです。あなたがもし視野が狭くなって悩んでるんだとしたら、あなたのせいだけじゃないかもしれない。あなたが受けてきた教育でちょっと間違った呪縛にとらわれてるだけかもしれないので、今その呪縛を解き放ってみてください。答えは一個じゃない、いっぱいある。だから今挫折しそうになってたとしたら、それ本当に挫折ですか？違うよね。答えが1個と思ってるからもうダメだってなってきてますよね。違うよね。いっぱいあるよね。そう思って自分に言い聞かせてください。答えは1個じゃない。日本の視野が狭くなる教育受けてきたあなただから、ちょっとだけ視野が狭くなってるけれども、その呪縛を解きほぐして、ちょっと視野を広げてみて、答え他にもあるはずだから。私は絵描きなので私のことでしか言えないんですけれども、例えば画家になりたいと思っても、画家にもいろんな種類があります。いろんなタイプがあります。いろんな活動があります。いろんな作品があります。多様です。なので答えは1個じゃないので、そこだけ思っておいてください。そしたら今のあなたのその悩み、その挫折、本当に挫折ですか？失敗ですか？違いますよね。気づきと発見があっただけですよね。失敗は決して何かを失うものでもないし、諦めることじゃないんです。答えは1個じゃない。なので自分を信じて突き進んでください。画家になりたいとか絵描きになりたい人だけじゃなくて、何かになりたいとか何か目標があって、壁にぶつかって挫折しそうで、あ、もうどうしようって思ってる人がいたとしたら、それ失敗でも何でもない。あなたが成長していくただの通過点です。だから答えは一個じゃないっていうことを思い出して、もう一度見渡してください。そしたらもう少し前に進めませんか？ちょっとずつでいいんです。淡々と一歩ずつ前に進んでみてください。自分を信じて諦めなければ、必ず目標というのは達成できるって私信じてます。なので自分をもうちょっと信じて視野を広げてください。答えは無数にあるっていうことを自分に言い聞かせて突き進んでみてください。なので今子育てをしているお父さんとかお母さんがいたら、答えは一つじゃないよって子供に教えてみてください。そしたら子供が大きくなった時に、何か壁にぶつかりそうになった時に、答えは一個じゃないんだと思ったら、また淡々と前に進めるような、そういう原動力になると思います。生意気な動画になりました。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ここはパパチャンネル。ふっかん .com、 いい感じで票数集まっております。私の初期の画集を復刊させよう運動を皆さんと一緒にしておりまして、ぜひ皆さんよかったら下のふっかん .com のアドレスから、ふっかん .com のサイトに行って、投票と熱いメッセージコメントよろしくお願いします。それではまた。